いいつもごご視聴ありがとうございます。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間6月26日敵地ホワイトソックス戦に1番 DH で先発出場し今季2発目の先頭打者本塁打となる24号先制ソロを放ちましたこのホームランは大谷選手がメジャー移籍後に放った通算195本の本塁打の中で最も遅い打球速度でした 打球速度は93.1マイル、約151キロメートル、飛距離は376フィート、約 115M、打球角度は31。この打撃の背景には何があるのか、そして大谷選手の進化とはどのようなものかについて探っていきます。大谷選手が放ったこの24号本塁打は、今シーズン彼にとっての重要な一撃となりました。 打球速度93.1マイル約1 5 1キロメートルというメジャー移籍後で最も遅い速度でありながらもしっかりとフェンスを越えていく打球は彼のバッティング技術の高さを証明するものでしたこの打球の飛距離は376フィート約 115m 打球角度は31という結果となり 野球がガイアフェンスを超える様子はまさに映画のようなシーンでした大谷選手は毎年6月に好調なパフォーマンスを見せることで知られています今年も例外ではなく今月だけで10本目の本塁打を記録しました特にここ9試合で7本の本塁打を放つなどその爆発力はファンを驚かせています2021年には月間13本 昨年は月間15本の本塁打を記録しており、今年で3度目の月間2桁本塁打となりました。この調子を維持し続けることができれば、さらなる記録更新も期待されます。ネット上では大谷選手のこの活躍に対して多くのコメントが寄せられました。ホームラン量産中だな、大谷さん絶好調、6月男の本業発揮ですね、など、 賞賛の声が多数見られました。また、大谷選手がバットを持ったまま走るという珍しいシーンもありましたが、これに対しても、こういうとこがまた惹かれる、ずるいな、こんなところも好感度高いですよね、お茶目さも可愛いよね、などと、好感度がさらに上がったという声が多く見られました。試合後、 敵投手のロバーツ監督が大谷選手に対する本音を語るなど、その注目度は依然として高いです。また、フリーマン選手が移籍1年目の大谷選手に対して放った一言にも多くの感動の声が寄せられました。エンゼルス時代の元打撃コーチであるマーカス、テームズ氏も、大谷選手の進化についてコメントしています。全てが噛み合っているように見える。 去年は外角の球に対して少し穴があったが今はそこをカバーできていて全てをカバーできている失投を見逃さない失投すれば代償を払わされると述べていますテームズコーチの指摘どおり大谷選手は外角の球に対する対応力が向上し失投を見逃さない打者へと進化していますこのの進化の背景には 大谷選手の集中力と練習への取り組み方が大きく関係していると言います。最も重要な点は取り組むことへの集中力だ。練習でケージに入るときはしっかり練習し、試合に向けて準備をする。はっきりとした意図があって一度もスイングを無駄にしない。それがプレイが安定している理由の一つだろう。本当に感心する。 とームズコーチは語っていますネット上のファンからは大谷が外側に逃げていくボールに崩されるケースは本来のバッティングができていないなと素人目でもわかるただ今の絶好調の大谷を見る限りそういった崩されたバッティングが少なく感じる大谷の良さはバッティングの修正能力の高さにあると思う 映像や実際の練習で悪い点を徹底的に確認して良い状態に持っていくなかなか良い状態に持っていくのは時間がかかると思うが大谷はその点で秀でていると思うもちろん大谷の頼みのない努力があってこそだろうがとの声が寄せられています試合中大谷選手が放ったこのホームランは外角のカーブを見事に捉えた一打でした 相手投手フレクセンに対してカウントに2と追い込まれた場面でやや泳がされた形でのスイングでしたが打球は約 150.9km の速度でフェンスを越え右翼手のグラブに当たってギリギリでフェンスを越えましたこれについてテームズコーチは外角の変化球を右手1本で捉えた技ありの1だと評していますまた 一塁ベースを踏み忘れたと勘違いして戻るという珍しいシーンもありましたこれについて NBC スポーツシカゴの実況ジョン司令氏は大谷には一塁に戻って踏み直して小走りを続けていますと説明解説のスティーブストーン氏は一塁を踏み忘れて本人は少し恥ずかしい気持ちになっているかもしれません練習しないといけませんねとコメントしています 試合後、ベースポーツ専門局 ESPN は、ドジャースでの1年目のシーズンも半ばを過ぎたが、大谷翔平は新しい環境にかなり慣れているようだ。ハリウッドの超大作のような素晴らしいスイングを見せている、と報じました。エンゼルス時代の元打撃コーチも大谷選手の進化を指摘し、すべてが噛み合っているように見える。去年は外角の球に対して少し穴があったが、 今はそこをカバーできていて全てをカバーできている失投を見逃さない失投すれば代償を払わされると述べています大谷翔平選手が放った最も遅い打球速度でのホームランはその技術と進化を如実に示すものでした彼の6月の爆発的な活躍ネット上の反応専門家の評価を通じて 大谷選手がどれだけの努力と集中力を持って取り組んでいるかが明らかになりました新しい環境での挑戦を続ける大谷選手の今後の活躍にも大いに期待が持てます彼のホームランは単なる一打ではなく多くのファンや専門家に衝撃と感動を与えるものでしたこれからもその活躍を見守りさらなる進化を期待しましょう 大谷翔平選手のバッティング技術と精神力は彼をメジャーリーグのスター選手へと押し上げています彼のプレイは私たちに夢と希望を与えてくれることでしょう